はい、こんにちは。えー、私ですね、昨日、まあ、ある方の講演というかライブに行きましてですね、えー、実はですね、まあ、ひそかに私が1年くらい前からですね、えー、その方の活動を追ってきたっていう方なんですね。で、まあ、その、まあ、お嬢さんいらっしゃるんですけれども、その方以外にもですね、こう共演者の方が何名かいらっしゃって、その、 まあ、ライブが行われたんですね。で、その、ライブ自体はもちろん面白かったんですけれども、最後にですね、えー、お客さんがこう帰るじゃないですか。出入り口の方に向かって。その時にですね、えー、舞台の共演者の方々とですね、こうお話しできるんですね。で、まあ、実際にその方に、 お会いしたらですね、私、こう、いろんな話したかったんですよ。あの、まあ、その方の、こう、考え方とかで、こう、好きな部分がございまして、ま、いろいろな話したかったんですけれども、こう、たくさんですね、お客さんが並んでいて、で、まあ、それぞれお話されてますんで、こう、あんまりお話はできませんでしたね。で、まあ、るまるさんのメディアで、 私今日の公演のこと知りましたって今日のライブのこと知りましたって言ったらですねその方がですね「<laughs> あ本当ですかありがとうございます」って言ってくださったんですよで、えー、まあスターの方のスターとかアイドルさんのあのー、握手会とかあるじゃないですかでそういうので、まあ、いつもいつも見てますみたいに あるじゃないですか。ありがとうございます。みたいな。ああいう感覚なのかなってちょっと思いました。こういう感覚なのかなって、こう実際にお話しするっていう。まあその方はですね、ジャンル的にはまあアイドルさんというよりはですね、まあどちらかというとこう、クリエイターさんとかアーティストさんみたいな方なんですけれども、まあ僕の中ではこうアイドルみたいな存在でもございまして、 で、まあ、実際にお会いしてお話できて。で、ただ、まあ、あまりこうお話できなかったなって。こう実際にこう対面するとお話できなかったっていうことでした。ということで、まあ、今回はアイドルと実際にお会いするとあまりお話できないおっさんというお話でございました。えー、こちらの動画は以上となります。 ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。